あるいはスポーツディレクターを中心として、各競技団体の皆さん、愛学あるいは NF、全てを含めてですね、競技をしながら進めておられることにちょっと考え込んだり、あるいはさじろいたり、まあ、おそらく、もし心の中に多少の迷いがあったとしたら、これはすべてに影響してくるだと思っております。ででですすかかかららら、ああくままも進めていかなきゃならんことでありますからゃんと。り淡々 予定通り進めていくということには、意外にお答えする方法がないと思っております。世界中がすべてをですね、えー、むらなくこの大きな障害に向けて今、立ち向かっている、その立ち向かっているこのオリンピックに、バッハ会長が先輩も言われたように、暗いトンネルの中で、わずかに一筋の光が見えた、その光が東京2020だよと。 それを見上げてそのトンネルを過ぎれば素晴らしい世界が現れるんだということを期待を込めてオリンピックを最後までやり遂げましょうということをバッハさんからの強い発言があった私は大変感動いたしましたどうぞ皆さんそういう気持ちでこの暗いトンネルの中をですね皆さんの力を合わせてこの職員5,000数百人の人たちが力を合わせてこのトンネルをくぐり抜いて 決してですね、この大雪の後に春は来ないことはない。必ず長い夜も必ず朝が来る。みんなで一丸となって、この最大の難関を突破するように頑張りましょう。